お時間となりましたので、これより本日のご登壇自治体様、企業様にご参加いただき、パネルディスカッションを行います。自治体、企業様のお話の中で気になったこと、疑問に思われたことなどがあれば、お気軽に Q&A 機能よりご質問いただければと思います。本日のファシリテーターは、株式会社、パソナジャブハブの野島が務めさせていただきます。それでは、野島さん、よろしくお願いいたします。はい。ただいま紹介を預かりました。パソナジョブハブの野島と申します。ご視聴いただいている皆様、本日はありがとうございます。これからですね、パネルディスカッションというところで、皆様がご関心がありそうなところとですね、私個人的にもお話の中で気になった点も含めてですね、皆さんのお取り組みを深掘りしてまいりたいと思いますし、事前にご質問いただいていたりとか、あとはですね、今いただいているご質問もございますので、最後にまた質疑応答の時間もあるんですけれども、パネルディスカッションを進行しながらですね、そちらもお答えに、皆様のお答えいただきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速お話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、本日ご登壇いただきました皆様、ビデオをオンにしていただけますでしょうか。はい、早速ありがとうございます。皆様、ご登壇ありがとうございます。ご講演も本当に興味深くてですね、ありがとうございました。では、こちら、ここからですね、私から質問を、3つほど、用意させていただいておりますので、その質問に対してですね、皆様にお答えいただきたいと思います。はい、では、1つ目の質問なんですけれども、自治体と企業が連携して成果を出していくまでのプロセスにおいて、苦労した点であったりとか、それを乗り越えられたポイントや工夫はどういったものであったかというところですね。皆様から、非常にご成果の部分はたくさん、お話しいただいたかなと思うんですけれども、実際ですね、いろいろなご苦労とか、あとは、困っていたことで、あとはそれに対してやられた対策などもあるかなというふうに考えているんですけれども、まずはですね、コニカミノルタ静岡の半崎様にですね、実際ここ一筋縄でいかなかったな、みたいなところとかですね、あとは、連携の中で解決してきている道半ばの点も含めてですね、ちょっとお答えいただきたいなと思います。半崎様よろしくお願いいたします。はい。連携して苦労した点という部分で言うと、苦労の連続でございますが、協定を結んでからもう3年目を迎えてまして、そうですね。で、もう当初から、実は協定を結ぶ段階から、ちょっと苦労した点ということを一つ挙げたいんですけども、そもそも、藤井様とは、今日ご説明させていただいたように、これでやりましょうということで合意形成に至ったんですけども、藤井市の事業者様からすれば、なぜコニカミノルタという部分であったり、あと、松葉さんからもご紹介があったように、そもそもテレワーク必要ないというような、製造業中心の事業者様が多かったもんですから、その辺で富士市の職員の方と、商工会議所の責任者の方であったり、商工会の責任者の方に、思いを伝えるというところから、ちょっと苦労がございまして。で、一つには、私から、申し上げたのは、なかなかの信用いただけないところもあるんですけども、どこまでも主役は市内の事業者様ですと。で、私どもとしては社会貢献の一環として、その黒子に徹して、富士市を魅力ある街にしたい、事業者様を元気にしたいというところで、お話を申し上げまして、かつ、やはり馴染みのない企業ということで、そのような経緯からですね、親会社とも相談して、富士市に拠点を出すと。で、商工会議所に入会をするというところを、私自身始めまして、そこから、ようやく、
思いも分かっていただき、4社の連携協定が締結できて、で、同じ仲間として認めていただき、現在はですね、かなり信頼関係も増えておりまして、そのことから一緒に、共同できる事業も増えてまいりましたので、まあ、そこが一番私としてはちょっと大変だったなということで、はい、ご紹介をさせていただきました。以上でございます。ありがとうございます。いや、本当におっしゃってる部分、地域からするとですね、大企業の、方が来られて、もしかしたら何かこう今までやってた、お仕事だったりとか、環境が変わるんじゃないかみたいなところがある中でだとの、というところでですね、多分その地域コミュニティの皆様と、関係構築のところのご苦労があったというお話かなというふうに、受け止めました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、その中でですね、おそらく、パートナーとなるですね、富士市様のご協力みたいなところっていうのが非常に大きいところかなというふうに思うんですけれども、一方で富士市様の方の、にですね、お聞きしたいのが、黒という点でですね、まさにこの連携するパートナーを探されてというところで、先ほどのお話の中では、もともと東京事務所の方の、ご出向されている方からの、ご紹介でとかあったと思うんですけれども、なんかここいろんな企業様を探されている中での、まあ、検討が難しかった点であったりとか、まあ、結果ですね、その結果、コリカミロット様を、選定されたと、パートナーとしてですね、そこの決め手となったポイントみたいなところ、ぜひお伺いできればと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、富士市の松葉です。そうですね、コニカミノルタジャパン静岡が、まあ、他の自治体と違ったというところは、まあ、正直行政ですので、まあ、いろいろな事業者ソフトとかハードとか、まあ、自社の製品の営業っていうのは数多く受けるんですけども、このコニカミノルタからの提案っていうのがですね、実際にその本当に地域の課題ですね、まあ、私どもが考えているところに、まあ、沿った企画書を確か一番初めに持ってきていただいたかなと思うんですよ。で、まあ、それを見たときに、まあ、営業ではなくて、まあ、本当に地域を変えてくれるというような思いを持ったところが、まあ、コニカミノルタと一緒にやっていこうと思った決め手ですね。で、まあ、苦労というところだと、まあ、実際にその、いくつかの企業を回ったとかっていうのはないものですから、まあ、あまり正直、まあ、連携を始めるまでの苦労というのはなかったんですけども、まあ、やはりですね、まあ、一緒の方向を見ているというようなことが、まあ、分かった、伝わったというようなところが、まあ、今も一緒にできているかなというところですね。はい、ありがとうございます。いや、本当に一緒の方向を向いているみたいなのが大きいポイントかなというところでお話しいただいたかなと思いますし、なんか追加でお聞きしたいんですけど、先ほどの、半崎様がおっしゃってたところの、まあ、地域にこうどういうふうに理解を得るかみたいなところで、何かそこでこう、富士市様として、ご支援、気をつけていた点とかですね、何かもしあれば追加でご質問としてお聞きしたいんですけれども、いかがですか？そうですね。まあ、半崎社長もおっしゃったように、なぜコニカっていうのは、実は今でもあります。まあ、ですけども、やはりそこはですね、連携協定を結んで、市と一緒にやってますと、まあ、もちろんコニカは行政ではないですけども、まあ、行政と一緒に富士の課題解決にやってますというような説明が、まあ、できるための連携協定というのは、まあ、非常に武器になっているかなと思いますので、まあ、まずはその連携協定を結んだところがですね、まあ、地域への支援の第一歩だったかなと思ってます。はい、ありがとうございます。非常に連携協定の重要性みたいなところもお話しいただいたのかなと思うんですけれども、同じご質問でですね、ぜひ坂口様にも聞いていきたいんですけれども、まさに最初ですね、同じように連携協定を結ばれながら、地域に入りながらというところで、実際連携されたかなと思うんですけれども、同じご質問でですね、まさにこの苦労した点であったりとか、乗り越えられたポイントみたいなところ。で、先ほどのお話にもありましたけれども、地域の方々といかにこう、そういう場所をですね、提供しながらディスカッションの場を持つかみたいなところのポイントになってくるのかなと思うんですけれども、そこでご苦労された点とか、もしあればお聞かせいただきたいです。はい、よろしくお願いします。まあ、苦労っていうのか、まあ、いろいろな観点でですね、初めて、
自治体様といろいろな、ある意味深いレベルでさせていただいたっていうのが、やっぱり包括連携協定がやっぱり契機になっております。で、白浜町だけに限った話ではないと思うんですが、まあ、富士市様の話だと大体人口が25万人と。一方、白浜町であったり、近隣の、市区町村って大体2万人とか、小さいところだったら3千人ぐらいの市体も隣町として、白浜、近辺にございます。で、そういうところで、大概カウンターと我々のお話を聞いていただけるのが、企業、あ、すいません。企画課で、総務課であったり企画課っていうところが多いんですが、時にはこういう IT ベンダーの話を聞いてくださったりですね。時には企業誘致の担当をしてたりですね。時には、その夏の繁忙期なんかでは、浜辺でライフガードとかですね、セーバーって、そういうふうな業務結構兼務されている方がいらっしゃるんです、ね。なので、なかなか、その話を持っていって、言い方ばっかりなんで話は聞いていただけるんですけど、その次のアクションとして起こすときに、どうしてもなかなか、その次に行くっていうことが結構厳しかった時期がございました。で、そういう中で2019年か20年ぐらいにですね、大阪府が、デジタル推進室っていうのをですね、民間からですね、人と雇用されて、推進されたっていうのをちょっとヒントにいただいてですね、白浜町様の中でもやっぱりこう DX であったり IC、当時だと ICT って言い方をさせていただいてたんですけど、そういう担当場所をなかなか作らないと町のビジョンと連携させたり、こう町の中にシステムを入れるっていうよりは、町そのものを我々どういうふうにイノベーションを起こしていくかっていう観点で考えてますので、そういう観点だとやっぱそういう部署が必要だなっていうことで、今年の今年度になって初めて、デジタル推進を担当する人が一人ついていただいたので、まあ、話はその方に持っていければ、その人が責任を持っているということで、少しはちょっと、前に一歩進んだかなという状態ですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、これからかなという感じです。はい。なるほどですね。まだまだ道半ばっていうところ、まあ、多分、先ほどの話もそうですけど、1年、2年ではなかなか、その、関係性作るの難しい中で、多分今まさに取り組まれている最中なのかなというふうに思いました。ありがとうございます。佐久間様の中お聞きしたいんですけれども、ちょっとご質問の中に、一つあるんです、来ている中で、逆にですね、こう苦労になるかどうかっていうところはあるんですけど、逆に進出した、なんか、デメリットもあるのかなみたいなところのご質問がありませんでしたかっていうところがあるんですけれども、まあ、なければないで、いいかなとは思うんですけども、なんかここはちょっと、まだ難しいなと思っている点とかって、もしあればと思うんです。いかがですか？まあ、その包括連携協定を結んだ以降ですね、ある意味私自身が投資部門の方に、こう、席を移したので、そういう意味でのデメリットっていう意味は、いろいろ地域課題を本当にこう肌で感じれるような場所にいてですね、いろいろな課題をどういうふうに今後、解決したり社会実装していったりするかっていう観点の、場を与えていただいているっていう意味ではすごいありがたいなと思ってます。でその中のデメリットっていう意味ではさっきのちょっとスワット解析みたいなところでちょっとお伝えさせていただいたと思うんですが、やはりこの人口2万人ぐらいの規模のところでこの弊社のソリューションを入れてすぐ儲ける今ある事業を展開するっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうに感じております。ありがとうございます。はい、そうですね。まさに多分、後ほどの質問でもまたそこをお伺いしようと思ったんですけれども、どういうふうに、今のやつをこう、会社として、やっぱりこう、収益性を上げていくかみたいなところ、ポイントかなと思います。後ほどまた、そちら、はい、お聞きしていきたいと思います。ありがとうございます。はい。ではですね、次のご質問にちょっと行きたいなと思います。次のご質問なんですけども、一個戻っていただいてもよろしいですか。はい、地方でのその取り組み、先ほどのちょっと坂口様のお話なんですけれども、中長期的なビジネスの視点で見たときに、今後どのような事業展開を想定して、どのような地方への期待をしているかっていう点なんですけれども、こちらのテーマでお話を展開していきたいなと思うんですけれども、まさにですね、地域貢献、をこう皆さん、どんどん推進していらっしゃるっていうところではあるんですけど、まあ、それ以外もですね、もちろん、企業
としてのですね、収益性であったりとか、今後の未来の展開みたいなところがないと、なかなかですね、そこは、ずっとこう持続性が保たれないのかな、みたいな点もあろうかなというふうに思うんですけれども、こちらもですね、コニカミロルタ静岡の半崎様にお聞きしていきたいなと思うんですけれども、まさに、富士市様のこのお取り組みを通じてですね、今後、その地域企業への、例えば直接的な支援とかですね、あとはまあ、コラボレーションみたいなことも、プロジェクト推進みたいなところもあり得るかなというふうに思うんですけれども、ビジネスとしての中長期的に、どのような事業展開がありそうか、みたいなところをぜひお伺いしたいなと思います。はい。中長期という点でいきますと、私自身が当初想定したよりも、やはりかなり広い範囲の、要望とか、ソリューションがやはりあるなということを今まさに感じておりまして、当初はテレワークというキーワードで、どう支援していくかっていうところでスタートをしたんですけども、あくまでもテレワークっていうのは一つのツールというか手段でございまして、どちらかというと、ありとあらゆる業種様に、本当に、事業者目線で必要なもの、役に立つものというと、もう少しこう範囲を広げていかないといけない。で、逆にそれは、市内の事業者様と関わる中で、共にビジネスを作っていけるような期待もございますし、私どもで、事業者の会社の発展と、それから働く社員の方の、やはり、充実、生活の充実で、富士市にいる、で生活する方の、やはりあるべき姿を展開していくためには、今後中長期的にはですね、我々もオフィス情報機器の分野に、もともと製品をありきで進んでおりましたが、そうではなくて、コニカミノタグループの全ソリューションで何が役に立てるかという領域まで広げていかないといけないし、そこを富士様とともに、今後は、まだ未知数ですけども、なんかワクワクするような気持ちで今現在おります。はい、以上でございます。あ、半崎様ありがとうございます。少し私も今のお話も聞きながら深掘りもさせていただきたいなというふうに思ったんですけれども、今の中長期的な、多分コニカミロルタ様の全商材も含めた中で、富士様の中小企業であったりとかにどうこうご提供していくかみたいなところも、一つの事業展開のポイントかなというふうに思ったんですけれども、ご質問の中で、まさに今ですね、富士様と協業しながら地域貢献みたいなところは推し進めていらっしゃると思うんですけれども、もう質問のまま読ませていただくと、なんかそこの地域貢献してですね、もちろんそれは成果は出されていると思うんですが、そこ以外のメリットみたいな、こう富士山と連携していく中で、御社にとって、具体的にここメリット出てきたな、みたいなところっていうのが、もし何かあれば、お聞かせいただきたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、そういう意味でいきますと、やはり存在感が高まったということと、うん、それから、急速に、人脈といいますか、市内の事業者さんと関係が深まっているところからですね、やはりお声をかけていただいたり、またその話を聞いた、隣の自治体からちょっと要望を受けたりとか、ちょっと私どもからすると、ちょっと思わぬところからまた、メリットっていうのは生まれてくるんだなっていうことは、ちょっと、いろいろ、展開しながら、出てきております。はい。ありがとうございます。いや、本当に、それは、まさに、メリットというか、付帯する、ネットワークですよね。本当に、このネットワーク作りみたいなのが、関係性を築く中でできて、さらにそれが、富士様以外のところの地域にも波及しているっていう点は本当に素晴らしいなと思って今お聞かせいただきました。ありがとうございます。そうしましたら今の半崎様のお話も踏まえてなんですけれども、ぜひ松葉様にお聞きしていきたいなというふうに思っているんですけれども、何か
このコニカミノルト様の、今後の展開みたいなところで、まあ、もちろん行政との連携みたいなところはあるんですけれども、その他ですね、地域に与える影響だったりとか、地域の中小企業に与える影響みたいなところで、なんかこう、富士様として考えていらっしゃる支援だったり、応援みたいなところ、もしあればと思うんですけれども、お聞かせいただけないでしょうか。はい。まあ、私どもはですね、まあ、テレワーク推進ロードマップとあるように、まあ、もともとは先ほどハンズケ社長もおっしゃったようにテレワークが起点でした。ですけども、まあ、時代の流れですかね、テレワークだけではなくて DX をまず進めていこうというような流れに今変わってきています。で、DX が進めばテレワークもまあ必然的に進んでいくという考えのもとに、今 DX とテレワークを、まあ、両方進めていくというような形を今考えております。で、その中で、やはりコニカミノルタとして、まあ、DX に関するツールというのは、ものすごく広く持っています。私の発表の中でもあったように、例えばセンサーを使った技能であるとか、また観光案内所で使っているような翻訳ツールであるとか、もうテレワークとはちょっと関係ないようなところでも、この DX を使うことで、まあ、市内の中小企業であるとか、まあ、観光産業に寄与していただいている部分がありますので、まあ、この DX 全般でですね、まあ、今後とも力を添えていただきたいかなと思っております。で、まあ、ちょっと行政の方が見ているところもあるんですけども、まあ、今、町人仕事総合戦略から、まあ、地方版のデジタル田園都市の戦略に、まあ、変えつつあるというところが、まあ、多くの実際かとは思うんですけども、やはりその中で、まあ、デジタルをいかに活用していくかっていうところは、なかなか行政だけだと難しいかなと思っておりますので、まあ、そこをプロの事業者と一緒にやっていくっていうようなところはですね、まあ、今後、まあ、私どものように連携を取ってやっていくと、まあ、比較的やりやすいのかなとは思います。はい、ありがとうございます。まさにですね、DX 推進みたいなところでいくと、はい、おっしゃっていただいているような、そのプロフェッショナルの方々の連携みたいなところが必須、マストだっていうところで、はい、今、松葉様からもお聞きして、ありがとうございます。なんか松葉様のこの流れでですね、ぜひ、お聞きしたいのが一点ございまして、ちょうどこちらもですね、QA のところに、ちょっと今いただいておるんですけれども、先ほどの、ご講演の中で、交流会秋葉原とですね、富士市でやっている交流会、持続的に進んでいるというところと、あとモニターツアーでいろんな企業様とかワーカーの方々もご参加されていると思うんですけれども、この皆さんもですね、やっぱり何かしらやっぱり富士市様との連携の中で、ビジネスチャンスも含めてお考えのところあるかなというふうに思うんですけれども、こういう参加されている企業様とかワーカーの方々の参加動機みたいなところ、もし、差し支えない範囲でですね、もし教えていただければと思うんですけども、いかがでしょうか。はい。まあ、参加の動機としては、もちろんですね、民間企業の方が大多数なので、まあ、自社の営業というところは、もうこれは、否めないと、それは思っております。ですけども、自社のツールの販売だけではなくて、まあ、地域を解決、課題を解決したいであるとか、まあ、そもそもこんな面白い事業があるんだよっていうような、まあ、紹介をしたい方がですね、数多く来ています。で、それがですね、私どもの対行政だけじゃなくて、まあ、参加者同士の、まあ、民間同士のですね、つながりとか、まあ、そういったところもあるものですから、まあ、本当に大きく言えば営業なんですけども、まあ、そこにとらわれずに、ただ単に人脈を広げたいであるとか、まあ、仲間を作りたい、まあ、そういった目的の方が、まあ、多いかなと私自身は感じておりますし、またやはりそういった方々と話すこと自体は非常に楽しいというふうに私自身感じますので、まあ、そういった、まあ、感覚とか雰囲気で、まあ、交流会というのは開催させていただいております。はい、ありがとうございます。はい、非常にそれも素晴らしい事例かなというふうにお聞きしていて、なんかそうですよね。やっぱりビジネスのところは、最初は入り口としては、もちろんですね、企業様もビジネスっていうところが重要なので、そこは、重要なんです、必要なんですけれども、動機としてですね。実は、それで入り口は入ったんですけれども、ネットワークだったりとか、参加者同士の、つながり、みたいなところにこう満足をされているような方々もいらっしゃるというふうに、はい、聞きました。まあ、そこから生まれる別の展開もあろうかなというところで、非常にまずは聞いていて交流会とかがこう持続的にこう
続いているというところがですね、本当に素晴らしくてですね、はい、やっぱりこういうのをちゃんと取り組みやっているところが、今の成果につながっていらっしゃるのかなというふうにお聞きしました。ありがとうございます。はい。では、同じご質問で、ぜひですね、坂口様にも、振っていきたいなというふうに思うんですけれども、まさにですね、白浜の取り組みというのが、坂口様の NEC ソリューションイノベーター様にして、こう地域でのその官民共創モデルみたいな位置づけ、ということで、お聞きしたんですけども、これはやっぱり一つモデルを作ってですね、さらにビジネスチャンスを広げるという意味ではですね、横展開だったりとか収益性の改善みたいなところって結構会社として推し進められるのではないかなと、推し進められると推測は私の方でしておるんですけれども、こちらのあたりも含めてですね、今後の事業展開とかってどういうふうにお考えかみたいなところをお聞かせいただければなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい。まあ、中長期っていうことで、分けると、まあ、2つで、中期と長期っていう視点があると思うんですが、中期的に言うと、ですね、白浜だけじゃなくて、いろんな地域で我々、地域ベースの活動をさせていただいたりなんかします。東北であったり、沖縄であったり、あと瀬戸田であったりですね。まあそういうところで、ある意味実証実験的に作った、事業モデルの、確実性の確認とかをですね、まあ、白浜でテストケースとしてですね、やることもです。で具体的には、先週、白浜町の観光協会さんが主催する色彩というイベントがあったんですが、地域で一応根付かってきた我々のソリューションもそこで投下してですね、で地域の観光者の方に喜んでいただけるのとともに、それがまあ経済的に効果的なのかっていうのを地域の方に対してですね、ヒアリングなんかもさせていただいている状態です。で、そういう観点でいろいろ遡ると、顔認証の実証実験を含めてですね、2016年から、ネットで、NEC ソリューションイノベーター、もしくは NEC、日本電機でですね、白浜町、2016、17、18、19、20ぐらいとかって個別で入れていただけると、結構いろんなことを皆さんちょっと見ていただけるんじゃないかなっていうところで、中期モデルとしては、今後展開していくようなモデルの事業の、ある意味実証の、ファーストフェーズやセカンドフェーズの白浜でさせていただいております。で、長期的なっていう意味では、私が今ビジネス探索やっている、活動になるんですが、まあそういう意味では、まあ、地域課題をどういうふうに社会実装して解決していくかと。で、これがまあ2030年ぐらいにですね、事業化してたらいいなっていう、まあ長期的な観点で見てるんですが、まあ、テーマとしましてはやっぱり大学であったり学校教育。で、観光者向けの二次交通手段であったり、あと人手不足。で、そもそもの DX 推進って、こう、物を入れたら終わり、多分終わりではなくてですね、いかにそこに人を定着してですね、地場で活動されている方と連携していくかというところが、根っこの課題かなと思ってたり、あとは、まあ、少子高齢ですよね。で、まあ、最後の地域における一番大きな課題は、やっぱり平均年収の、ある意味、都市型にいかに近づけるかと。まあ、そういうのを含めてですね、いろいろなネタは結構地域にあるんですね。これを我々の事業家とどういうふうに連携させていくかっていうのが私に与えられている、まあ、命題というか課題なんですが、まあ、そういうようなことを、こう、フィールドで、インターネットで調べたりするのではなくてですね、地元の方に協力いただきながら、いろんな事業、ビジネス探索の活動できるっていうのが、こう、こう地域での我々としてのポジショニングかなという感じでおります。以上2点、中長期的なビジネスの展望になります。はい。ありがとうございます。いや、はい、非常に、最初に、中期みたいなところで言うと、顔認証のやつは私も、実施させていただいたことがあるんですけれども、はい、まあ、普通に観光地入るだけじゃなくてですね、うん、購買もできるみたいなところで、はい、本当に何も、まあ、面白さも含めてですね、非常に、素晴らしいお取り組みだなっていう、こういうのがやっぱり、まあ、まだこれ収益性とかはこれからなんでしょうけれども、普通にこれがもう少しこう、うまくいったりとか、逆に課題とか見つかったり、解決の糸口がですね、見つかると、他の地域へのこう、横展開だったりとか、というところが、まあ、考えていらっしゃるところで、そういう理解ですかね。そうですね。最終的には、まあ、日本の、まあ、ある意味地域ベース、
都市型のソリューションっていっぱい出てると思うんですが、まあ、地域ってやっぱりちょっと一足飛びにいかないところもいろいろあると思うんです。まあ、そういうのをちょっと解決しながら、地域でどういうふうに定着できるかといろんな、まあ、あらゆるソリューション、そういうのを一番ちょっと課題とか感じながら、いろいろなビジネス探索を行っております。はい、ありがとうございます。ぜひですね、なんかそうですね。はい、一旦ありがとうございます。では、次の、ご質問に、進んでいきたいと思います。ちょっとここは、まさにですね、今回の地方創生テレワークの推進みたいなところに直結するような、ポイントなのかなというところで、ご視聴いただいている方々もかなりですね、気になる点なのかなというふうに思うんですけれども、デジタル交付金等の、政策支援も活用しながら事業推進をするにあたっての重要なポイントはっていうところでですね、まあ、直球でちょっとこの質問を作らせていただきましたというところです。で、先ほどの松葉様のお話の中でですね、ロードマップのお話があったかなと思うんですけれども、ロードマップがあってですね、それで、どういうふうに進めるかの中でですね、パートナー選びだったりとか、交付金の活用っていうお話があったかなというふうに思うんですけれども、ぜひですね、ここの具体的なですね、お考えだったりとか、ここが特にポイントだみたいなところですね、お聞かせいただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。まあ、ポイントというところはですね、まあ、これも繰り返しになってしまうんですけども、まあ、相談する相手がいることかなと思ってます。で、まあ、それが私と、まあ、運よくコニカミノルタがいていただけるように、まあ、連携協定の中で、まあ、一緒に富士市の課題を解決していくというようなところで、まあ、私自身、もちろんその、交流会で多くの企業であるとか、あと地元の企業であるとか、多くの話を聞いたり、まあ、行政の要望というのを聞いております。で、まあ、その中でやはり1年かけて、じゃあ来年何しようかというようなことをもちろん一人で考えるんですけども、ただ実際にじゃあどういった事業ができるかというような時には、コニカミノルタの、まあ、営業の方と、よく話をしております。まあ、よくというか、ちょっと富士市の担当のコニカの営業の方、10月で移動して、まあ、いなくなってしまったんですけども、本当にですね、毎日電話してました。ああ、なるほどですね。はい、で、まあ、思いつきのところもあったんですけども、まあ、こういった事業だったら、コニカの方で何ができるというようなことを、まあ、あと、正直なところでいくらでできるとか、まあ、そういったことが気軽に相談できるというような、まあ、連携パートナーがいると、まあ、事業を企画する行政と、まあ、実際にやっていただけるコニカ、この二つの両輪で回っていくようなところが、まあ、重要ですね。で、その事業が、まあ、まあ、思いついたできた後に、じゃあ次に交付金をどう活用していこうかというようなところを考えると、まあ、大体ですね、やっぱりデジタルを使った事業になってくるので、まあ、交付金がうまく当てはまることが多いかなと思います。なので、まあ、どちらかというと、交付金をどう活用するかというよりも、まあ、事業を、まあ、こうしていきたいっていうものを組み立てた後に、まあ、交付金を当てはめていくというような使い方の方が、まあ、実際の、まあ、市の課題にも合ってきますし、また一緒にやっていく上で、まあ、うまくいくのかなと思ってます。ありがとうございます。いや、もう本当に毎日のようにこうコミュニケーション取られてみたいなところが、多分方向性が一緒だからこそ、多分そういうコミュニケーションが生まれるのかなというふうにお聞きしていて、非常に参考になりました。ありがとうございます。なんか一つだけお聞きしたかったのが、例えばデジデン交付金とかのこの政策支援みたいなのが、ありますと、あったときに、もちろん、もともとロードマップだったり、やりたいことが前提にあってというところなんですけれども、どちらからそういうお話、この交付金がマッチするのではないかとかですね、これを、一緒に、検討してやっていきましょうみたいな、点ってですね、富士市様からこう、コニカミノルタ様にご提案していくのか、逆にコニカミノルタ様から富士市様にご提案されるのかっていうところでいくと、いかがでしょうか。それともこう、お話の中で出てくるのかとかいうところをぜひお聞かせいただきたいんですけども、いかがでしょうか。そうですね。それは両方ですね。まあ、私ども方で、まあ、コニカ様の方に提案することもありますし、まあ、コニカ様の方から、まあ、こういった事業ありますよっていう提案を受けていて、まあ、それを蓄積していて、交付金が出たときに、あ、これいけそうだなっていう思うことも、まあ、結構あるものですから、
まあ、もうそこはビビンの関係で、お互いですね、意見を出し合っているというようなところですね。ありがとうございます。はい、ぜひですね、この流れで、半崎様にも聞いていきたいと思うんですけれども、今、松葉様からお話があったですね、本当に密なコミュニケーションを取りながらですね、政策とか、ビジョンとかを作りながら、かつ、交付金の活用のところのまでも、やっちされているのかなというふうに思うんですけれども、コニカミヨタ様の方のスタンスとしてですね、どういうふうに、藤井様と関わっていらっしゃるかとかですね、はい、体制面も含めてぜひお聞かせいただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、支援する側の私どもにとってですね、私自身が特に、大事だなという思っているポイントがございまして、特に富士市 の産業交流部産業支援課の松葉さんの舞台はですね、交付金ありきからスタートしてなくて、富士市のデジタル変革宣言から本当に事業者にとって何が必要か、どう魅力ある市にしていくかというところを真剣に、取り組んでおられまして、でそこにあたってはかなりプレッシャーやちょっと使命の重さというものを私も連携協定結んでから感じまして、やはり一番のポイントは、コニカミノタ静岡だけでは、すべてに応えられないので、どういうメンバー、チーム、それに特化したメンバーを、本体のコニカミノタおよびコニカミノタジャパンの、それぞれ、開発であったり研究開発であったり製造、それから DX を推進している、そこの部隊がおりますので、どのメンバーをアサインするかというところに相当私自身も的外れなメンバーをちょっとアサインするわけにいかないということで、そこに相当意識をしてですね、で、そこに関してはそれぞれのトップにも私もちょっとコミットを自分なりにした上でですね、メンバーを引っ張ってくるというところにかなりポイントを押さえまして、そこは今でも大事だと思っています。はい。ありがとうございます。いや、本当に今の、進め方、みたいなところのご質問もいただいたかなというふうに思うんですけれども、なんか私すいません。ちょっと気になって、もう少し深掘りさせていただきたくなってしまったんですけれども、逆にですね、社内の中で、まさにコニカミノタ様だったり、コニカミノタジャパンの皆様だったりとかにのご説明だったりとかですね、広報支援だったりとかっていうところが、すごいポイントになってくると思うんですけども、この社内調整とかで、やっぱりここ苦労するなとかですね、逆にここは、気をつけなきゃいけないポイントだな、みたいなところって、終わりでしょうか。そこは実は大変苦労してるところです。そうですね。中には目先を見ている部隊もございますので、ある意味ちょっと、何をしたいかというところもしっかり、そこの、やはり部門長をきちっと抑えて、理解をしてもらうというところからメンバー派遣してもらうというところは、ちょっと私自身の仕事としてやってきました。はい。どうしても、なんでというところもやはり正直社内ではございますので、ここは私なりにちょっと苦労しながらちょっとやってきたところです。はい。ありがとうございます。まさにですね、社長自らが、お話に押しながらというところかな、ポイントも一つあるのかなというふうにお聞きしました。ありがとうございます。お答えいただきまして。はい。そうしましたら、今度坂口様に、お聞きしたいと思うんですけれども、まさに今の松葉様と、半崎様のお話も聞きながらですね、お聞きいただきながらですね、NEC ソリューションイノベーター様として、今後のこの政策支援の活用等々とか、むしろ今まででも含めてですけれども、ここ、重要だったというようなポイント、もしあればお聞かせいただきたいんですけども、いかがでしょうか。いろいろ弊社としては、このデジ電の交付金を活用させていただいて、活動させていただいているんですが、白浜に限っては、ちょっとこのデジ電交付金のメインとなるような活動はさせていただいていないので、なかなかコメント自体が、ちょっと厳しいところは正直ございます。で、一方ですね、
期待値っていうか、こういうことに活動するとすごいいいんじゃないかなと思うところで、昔っていうか、まあ、数年前なんですが、住民向けの情報発信ツールっていうのを白浜町さんに提供させていただいてるんですが、それのインストール会っていうのを、年配の方ですね、70歳以上の方に対して行ったんですが、まあ、皆さんスマホをお持ちで、まあ、LINE とか使われてるんですけど、実際インストールするとなると、まあ、自分でできない。で、これどうして、おじいちゃん入れてもらったのと聞いたら、娘とか、孫とかですね、娘婿とかに出てもらったっていうんですよね。まあ、そういう意味では、まあ、ターゲッティングっていうか、どういうところに、このデジデンを使ったデジタル化を推進していくのかっていうのをちょっとテーマを決めておいた方が効果が出やすいのかなと。もう一個の事例で申し上げますと、いろんな業者の方と、付き合いさせていただくこともあるんですけど、未だに電話とかですね、ファックスで事業が成り立っているんですね。今日いい活動が入ったとか、まあそういうレベルですけど。で、すごい、こう、なんていうか、人の中で知っている人の中で事業を行っていくんですごいいいんですけど、ここはデジタル化が行われてないんですね。言い換えると、まあ、人がいなくなったりですね、高齢化すると、なかなかそういう経済活動も厳しくなってくるのかなというところで、やっぱり今から、こう、省流合わせてですね、サプライチェーンがどういうような地域で展開されているのかなというのをこう見える化するだけでも、すごい価値になるんじゃないかなと思うんですね。で、こういうところに、こういうデジタルの交付金なんか使われると、すごい、長いタームで見たときのですね、効果が出やすいんじゃないかなというふうにちょっと感じております。すみません、ちょっとこんなコメントで。はい。いえ、ありがとうございます。そうですね、まさに白浜の取り組みは、デジデン交付金だけじゃなくてですね、ではなくて、だけじゃなくて、別の交付金も使いながら、まさに実証実験をされているというところかなと思いますけれども、今みたいに、まさにですね、やるテーマだったり、ポイントみたいなところを、ちゃんと見極めたりとか、定めながら、やるというところが、大きい、ポイント、重要なポイントなのかなというふうにお聞きしました。ありがとうございます。はい。そして、ご用意いただ、させていただいた、質問についてはですね、皆様に、お話しいただきまして、一旦、こちらで、この3つの質問については、締めていきたいと思います。